回はアナコンダっていうあのスポーツ用品店に来ました。でこれからちょっとね入っていくと行こうと思います。でところで気になったんですけど、何ですかねこの雲、初めて見ましたこの形。なんか鱗みたいになってて、なんか不吉な予感がしなくもないっていうか、なんだろう、気になります。それでアナコンダに入ってきます。ゲートがあるんで、まず最初にね、このスパイトレブルをつけて一応ね、一応念のためですね、このサニタイザーというのは。ちなみに、あっちの方にサンスクリーンとかあったりして、あ、これいいですね、すごい安いっていうのも、これまでユース用なんで、ユース用ではあるんですけど、このシュノーケルキット、日本人なら問題なくフィットしますね。というのも、ほら、こっちの子たちは結構体大きいんで、これもそうですね、大丈夫ですね。でも女性だったらなおさら問題ないかなって感じです。これはマリンシューズかな。あ、そうですね、あの東南アジアとか行った時はね、これマリンシューズとかね、かかとのあるサンダルの方がいいですね。だからね、なんでかっていうとね、サンダルだと靴下履かなくていいんですよ。だからその分歩くのが楽だし、まあ日焼け止めとか塗っとけばね、多少日焼けもね、マスカットになるし、靴下は結構洗う手間が。こっちはフィッシング。やっぱり、オーストラリアはね、お魚ね、このフィッシングもね、盛んなんでね、結構いっぱいありますね。あっちにウェアもあるし、うん、面白い。ここは、ブランドの靴とかも結構安く売ってるかな。サンダルとかも、あ、そうそう、こういう感じのがですね、かかってるのね。そう。これだったらグズグズ。って感じで、こんな感じで。ネットとかもあるし、あと服もね、このスポーツ用のウェアとかも、見た感じ結構良さそうな感じ。そうですね、こういったように、これちょっと、微妙だけど。本当に物がたくさんあって。靴だけでも楽しいです。でも自転車とかもあるんですけど、ね、基本的にはKマートのよりはだいぶ作りがいいかなっていう。これでもエレクトリック電気バイクですね。電気バイクは相場がちょっとよくわからないんですけども、うん、最近でもウーバーイーツやってる人はみんなエレクトリックの電気自転車ですよね。電気の、あとは。あの電動キックボードとかで、ちょっと分かりますかね、こんな感じで。ちなみにこの上の方に行くと、テントですね。こっちは物がねとってもいいんで、まあ、Kマートとかよりももし長く使いたいっていう人がいたら、こっちの方が断然おすすめかなと思いますね。すごいですね、このテントとか。なんか、多分こういう形だったら、キャンピングカーに設置できるのかな。特に今、涼しい時期だったらなおさらいいですよね。暑い時期だとちょっと、厳しいかなと思うけど。すごいですね、充実してますね。スポーツ用品店だけど、かなりアウトドア寄りって感じで、これやっぱオーストラリアの感じなのかな、文化的なものっていうか。ここに見るだけで多分ね、違いが分かると思うんですね、多少ね。まあ、ざっと見るだけですけど、とね、個人的にはね、オーストラリアの人たちってね、自分たちで結構ね、パッパッと作っちゃうんですよね、DIY 精神が。やっぱり男としては何か作ったりするっていうのはね、いいですよね。もちろん既製品でもいいんですけど、なんか組み上げてる、だから僕はパソコンとかもそうですけど、なんか、そういうものはいいですよね。お金だけで買えないロマンがあるっていうか。そう、こんな感じですね。
なんか僕もこのジャケットみたいなのも今あるっちゃあるんだけど、かな、なんか靴下が今ちょっとね、これからちょっと靴下がいつで、まあ、近いうちにね、あの一応キャンではなくない予定ではあるんですけど、他の地域に行くとしたら靴下もちょっと、ああいいですね、寝袋とかも、うん、素敵ですね。そうな、なんかもうちょっと結局そのワーホリのでもうほぼねホステルから、まあ、街から移動しなかったけど、キャンプで泊まったりとかそういうのもやってもよかったかなって思いますね。ちょっと以前ちょっと誘われたんですけどね、ちょっとタイミングがね向こうがね合わなかったんで、うん、ここも